加盟事業者の車両、小田急交通の、プリウスロマンスカー VSE カラー加盟事業者の車両、小田急交通の、セドリックロマンスカー SE カラー加盟事業者の車両、京急交通のセドリック施設、共同無線センター株式会社は、東京都内に営業区域を持つ、施設系タクシー事業者により構成される、株式会社。小田急交通及び京急交通の2社で構成され、 同地区内での2社のタクシーの無線配車業務を行う。共同組合時代の旧称は東京私鉄自動車共同組合。略称は旧称時代から私鉄協である。小田急交通、京王自動車、京急交通の関東大手私鉄系タクシー事業者3社により、長らく東京私鉄自動車共同組合として運営してきたが、 京王自動車が2020年2月23日をもって離脱し、翌2月24日より小田急交通と京急交通の2社となった。営業区域は東京23区、武蔵野市、三鷹市のいわゆる東京部3地区を対象とする。東京都内でも多摩地区では、加盟会社でも各社の無線配車センターが担当している。屋根上の社名塔は家門の三つ星型で、 左右に、私鉄の文字、真中に加盟事業者の社名、台座部分に無線番号が入る。運賃支払いには交通系、IC カード電子マネーが利用可能で、パスモのサービス開始以降、パスモスイカが順次導入されたが、導入時期はタクシー会社により異なる。各社の母体となる、鉄道会社はいずれもパスモ電子マネーのアクワイアラであることから、 各社ともパスモの加盟店扱いであり、スイカについては、首都圏 IC カード総合利用サービスにより利用可能となっている。そのため、利用可能な電子マネーの表記としてパスモを大きく表示している。交通系 IC カード全国総合利用サービス開始後は、代用カードも利用可能となった。ただしポストペイ方式のピタパのみ利用できない。 2019年9月17日、京王自動車は、帝都自動車交通とタクシー業務提携に係る協定書を締結し、翌2020年2月より同社との業務提携を開始し、都内部3地区での無線配車を帝都自動車交通の無線により行うことを発表した。2019年8月、小田急交通は本社内に、 私鉄共同無線センター株式会社を設立。東京私鉄自動車共同組合の業務を継承することとした。京王自動車は2020年2月23日をもって私鉄協での廃車事業を終了し、私鉄協から離脱した。翌2月24日から私鉄共同無線センターでの廃車を開始。渋谷区東にあった東京私鉄自動車。 共同組合の無線配車センターを移転した。なお、2019年9月17日時点での発表では、私鉄共無線センターの電話番号に変更はないとされていったが、移転後に市内局番などが変更されている。東京23区、武蔵野市、三鷹市を配車地域とする営業所が加盟する。無線配車は、都内部3地区に営業区域を持つ、 京王自動車情勢及び京王自動車上南の営業所のみ私鉄橋無線センターで廃車していた。それ以外の多摩地区と神奈川県内の営業所については自社無線センターによる廃車のため私鉄橋離脱後も変更はない。京王自動車景品については口実。ありがとうございます。